渡辺亮は、茨城県土浦市出身のプロ野球選手、宇藤右内、北海道日本ハムファイターズ所属。小学1年生から、軟式野球チームの土浦サニーズで三塁手として、野球をはじめ、小学4年生から、公式野球チームの龍ヶ崎リトルに所属。中学校に入って、龍ヶ崎シニアに移ってからは2年生の3月に、遊撃手として、 全国選抜大会に出場した。また、土浦港時代は、陸上部にも所属し、100メートル走11秒4をマークし、茨城県大会2位で関東大会に出場した経歴を持つ。第26回トリプル A 世界野球選手権大会にて、高校はに学年上の高橋周平に憧れ、東海大甲府高校に進学。野球部の選手寮では、 その高橋と同部屋だった。高校では1年春からベンチ入りし、同年夏には3年生の高橋を押しのけて4番に座り、一類種のレギュラーとなった。2年夏には第94回全国高等学校野球選手権大会に出場し、2回戦では本類打を放った。3年時には首相となったが、甲子園出場はならなかった。 同年9月に行われた U18W 杯日本代表に選出され、キューバ戦で高校通算39本目の本塁打を放った。2013年のドラフト会議では、北海道日本ハムファイターズから3度の抽選失敗後1位指名を受けた。日本ハム球団の印象については、去年を大谷さんが入って良いチームだと思う。中田翔選手など良い選手がいるので、 打撃を聞いてみたい。守備面では同じ遊撃手で上層学院 OB の金子誠さんに教わりたいと語った。2016年9月30日の千葉ロッテマリーンズ戦でチェーングアンユーからプロ初ホームランをライトポール際に放った。2017年3月9日に行われた福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦で自身初めて外野手として出場し、 同年はシーズンでも1軍、2軍ともに外野手としての出場があった。2018年7月20日のソフトバンク戦で、リック・バンデンハークから2打席連続本塁打を放ち、試合後は自身初となる本拠地でのヒーローインタビューを受けた。8月17日の埼玉西武ライオンズ戦では、菊池武士星から本塁打を打ち、その後の打席でも安打を打って、 プロ初の猛打賞を記録した。同年は終盤戦から二類のレギュラーの座を掴んだ。2019年は春季キャンプ中に肉離れにより戦列を離れ、3月19日のイースタンリーグの東京ヤクルトスワローズ戦で実戦復帰した。4月5日に一軍に昇格すると、同日の西部戦に7番二類手としてスタメン出場し、最終打席で 本塁打を打った。以降はレギュラーに定着し、百三十二試合に出場して、自身初となる規定打席に到達するなど、飛躍の年となった。二千二十年は、新型コロナウイルスの影響で百二十試合制の短縮シーズンであったが、正辞留意種として百十七試合に出場。ザーがマイナス十三点七と前年以上に悪化し、守備には課題を残したものの、バッティングでは、 直球破壊王子の愛称通り直球に対して打率。299.6本塁打と強さを見せ、キャリアハイとなる打率。283オプス、725を記録した。2021年は、チーム内でのクラスター発生の影響で戦列を離れた時期もあったが、生じる意志として出場を続けた。しかし79試合の出場で打率。 242オプス、636、特に得意としていた直球に対して打率。256.0本塁打と、打撃不振が続き8月21日に、登録抹消となった。高校通算39本塁打の打力に、50メートル走6秒1の瞬速広い守備範囲と、遠投105メートルの強権を誇る。打撃では直球に滅法強く、 直球破壊王子の異名を持つ。愛称は、鍋、鍋利用。こう、主三拍子揃った選手が目標で、プロでは3割30本類が30盗塁できる選手になりたいと語っている。家族構成は、両親と兄二人、ありがとうございます。